まして、Ryoya です。今日は2曲ほど歌わせていただきます。1曲聴いてください。いいと。なぜメリーラブの歌を私たちは何も知らない。いつめぐりあぶの顔を私たちはいつも知らない。どこに行ったの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語が手の糸はあなた。この糸は私に織り出す布は、いつか誰かを温めうるかもしれない。なぜ生きてゆくのかを迷った日の後のささくれ、夢追いかけ走って、転んだ日の後のささくれ、こんな糸を何になるの、心もとなくて震えてた風の中だ、手の糸はあなた。よこの糸は私、会うべき糸に出会えることを人は幸せと呼びます。よこの糸は私、織り出す布はいつか誰かを温めうるかもしれない。温めうるかも。ありがとうございます。改めまして、札幌拠点にシンガーとして活動しています Ryoya と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はね、ここにいる皆さんに何か一つでも残るように精一杯歌っていただけたらと思いますので、あとラスト1曲ありますので、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。ありがとうございます。次の曲で、ラストの曲になります。ありがとうございます。あれ、なんかもちっちゃかった。次の曲でラストの曲になります。後ろは次の曲でラストの曲になります。いや、嬉しい。え、もう一回最初から。オッケー、いいっすか、ちょっと押しちゃいますけど全然歌いますよ。次はね、アップな曲になってんで、ぜひ一緒に手拍子して盛り上がっていただけたら嬉しいです。はい、寂しい、終わっちゃうね。精一杯歌いますね、最後。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。聴いてください、クロマンスズカ。開け放した窓に回るラブの実際、テレビ出しやす。
ップ履きつぶしたロケシュー羽開けるパドルフラッシュバック君はクレーバーアリメンバーあの石も渡ってあの朝に帰りたいライブ情報、ライブイベント情報など、更新してますので、ぜひツイッターフォローしていただいて、チェックの方をぜひしてください。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。リョウエでした。ありがとうございます。